しょう。つまる嬉しすぎる。実はファンの方からいただいて、チークもつけて、まあこんなご時世であれなんですけど、あの今仲いい友達が写真撮ってくれて、全身全身って言ってもこういうことだよね。だってにゃ可愛くない？めちゃ可愛い。こんな彼女いたら私嬉しいもん。自分じゃないよ、自分のこと言ってんじゃなくて。こういう感じ。可愛いよね、可愛いよね。今日はこんな感じです。なんかちゃちゃまるで TikTok 撮ろうと思ったんだけどさ、何が流行ってるかな。うるさーい。あたいの足元見せらせよう、流行ってるよね。何が流行ってるの今。踊る場所ないもん私の今の家。何が流行ってるんだろうね今。ねえ、ミルテンちゃんめっちゃ出てくるよね。私初めまして、うなてん。アフレコってどうやってやるんだろう。はじめまして、私うなてんて言います、えへへ、名前呼んでください。恥ずかしいよ。嘘、アフレコバージョンあった。えへへ、名前呼んでください。ミミ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 ミテン。かわいいよね。どこにあるんだろう音源。はじめまして、どこにあるんだろう。さっきあったんだよな。
え、自分でやるのはずいわこれ。はずいわ。アフレコって後でできるってことこれ。今やるのやめとこうかな。はじめまして、私。後でやるわ、恥ずかしいから。でも多分載せない気がする、恥ずかしくて。かわいい、アイドルって素敵だな、こうやって見ると。かわいい。めっちゃバッタッタッタが離れない、私頭から。わたたわたたってやつ。私よりもあんなかっこよくダンス踊れないから。わたたたって知ってる？今やってるやつ、ガルプラだっけ。ガルプラのなんかあれらしいけど。ということで、ちょっと開始早々なんか全然まともな話してないけど、こんばんは、改めまして。改めましてこんばんは。今日はセルフプロデュース生でシーンを撮ったりしました。そう、帽子取ったら普通のモフモフになっちゃう。はじめまして、私キヤテンテ、今デクシー、名前呼んでください。キヤちゃんも可愛かったのよ。両方耳かけるとおかしいかな。パジャマじゃない、パジャマ、パジャマ、パジャマにしなかった。パジャマが良かった。なんかね、これとこれ使った。可愛くない？めっちゃ春、春っぽいやつだったから、お題が春っぽくした。はじめまして、私ミルちゃんって今、名前呼んでください。これはのす、これは候補にしなかったんだけど、いちご乗せるときは白い服にしようと思って、これはちょっとあの使わなかった。ピンクの服にイチゴはちょっとやめてみたけど、漏れる、漏れてんな、こっちの方が漏れてたな。こっちにすればよかったかな。またこれはインスタとかに載せよう。だから桜とかはこんな感じ。イチゴの白いのはこんな感じにした。白の方がイチゴが映えるかなと思ってこうしてみた。ちゃまるはね、撮ったよ。こんな感じ。ちゃまるはでも生写真にしなかったから、また今度ツイッター載せますね。明日とかかな、うち乗せます。ちっちゃまるめっちゃ撮った。可愛くしようと思って。すごいいっぱい
そう、自分で生写真してくださいその方がなんかねいいかなって、いいかなって。誰に撮ってもらったか、一緒にディズニー行った友達が撮ってくれた今日。だからチークもつけたの。ちゃちゃまるなんかね、佐藤のあちゃんいるじゃないですか。佐藤のあちゃんがこのジェラピケの動物の森のモデルさんで、なんかのあちゃんの写真見て、のあちゃんめっちゃチーク入ってたから私もチーク入れようと思って入れてみた。私チーク持ってないからリップで入れた。お母さんに送ってもらおう、送ってもらおうじゃん、送ってみよう。内容できるよ。これここにあったら可愛いのかな。これさ、でもこの耳角が重いからさ落ちてっちゃう。あと影になっちゃうね、やっぱここくらいじゃないと。ここだったらめっちゃ漏れてない。ちょっとこれで声可愛かったら本当に可愛い子だと思う。はじめまして、私ミルテンって言います、えへへ、名前呼んでくださいって。こんくらいの高さがいいな本当は。でも今日ノーズシャドウ入れすぎた。やっぱほら全然違うじゃん、画角こっちの方が全然いいじゃん。なんかないんかな、めちゃくちゃ高くする iPad スタンドみたいな。しかも今日さ ZOZO タウン見てたらさ、ナイスクラップのスカート1000円オフになっててさ、いや買いたいけどもうちょっと安くなるのは粘ろうと思ってるの私は。でも売り切れちゃうかな、そんなことしたらどうしたらいいの。 iPad だからめっちゃ重い。989日。あー、ライトを使えばいいのかな。900、でもそんな大きいライトを部屋に置きたくなくない。スカート買うべきかな。でも私に3色欲しいのやばいよね、そんなの病気だと思う。3色もいるって思っちゃうね。取れた？ライトじゃない。そう、でも1色しか着ないかもしれないけど3色欲しいって思っちゃうの。じゃあみんなに何色が可愛いか聞いてみるわ。私はピンクが可愛いと思ってるけど、でもピンクも買うなら全色欲しいっていうよくわかんない感情になってるのね。でもな、まだ安くなる気がするの。これ可愛くない？可愛いよね。ピンクとグレーっぽいのと、でもグレーも欲しいし白も欲しいの。ほら可愛い。これいいよね。でも本当はスナイデルの
スナイデルのこれが欲しかったんだけど、もう売ってない気がする。ZOZO には売ってないから。ね、全部いいよね、かわいい。店舗見に行きたいかも。見に行ったの、そう見に行ったんだ、見に行ったんだけど、ピンクだけその行った店舗に売ってなくて、そうなんです、物欲半端ない。左のまつげだけめっちゃ上がってない？で、実は昨日銀座に行ったんですよ。実は昨日銀座に行きまして、私見に行ってきました見に行ってきました。自分の顔が一斉に並ばれてる展示会を見に行きまして、そう実は行ってきました、銀座ロフトに。嬉しかったです。私銀座で遊ぶっていうか、なんだろう、買い物とかしたことがなくて、ほぼ初銀座だったんですけど、なんかアンテナショップめっちゃあるじゃないですか。で、大阪と沖縄のアンテナショップ見つけて、私宇和島イベント行ったじゃないですか。宇和島イベント行った時に、その一期の時に出ていらしたカミラ聖さんっていう方がいらっしゃって、カミラさんがその宇和島のイベント一緒でね、でカミラさん沖縄出身だから、そうあのチンスコを差し入れしてくださってたんですよ。でその時に食べたチンスコが美味しすぎて、私言ったよねこの話、めっちゃ多分1日に10個以上は食べてたの。2日間あったんだけど10個以上私が食べちゃってて、でいや通販で買おうかなと思ったんだけど、通販で買うまでもなんかうーんと思って、したらたまたまその沖縄のなん和下ショップだっけに昨日行って、したら見つけちゃって買ったの。買ったんだけど私結構食べちゃって、まあ友達も食べたんだよ、友達も食べて一緒に、やばくない？1300円したチンスコでも本当に美味しいな、このチンスコ。そうそうなんです。え、ちっちゃいやつ売ってた？私これしか売ってないと思ってた。嘘嘘はずい、嘘、ちっちゃいやつ売ってる？私これしか売ってないと思ってて、これ買ったんだけど、でなんかファストショップにそのサーターアンダギー、出来たてのサーターアンダギーとかもずくの天ぷらとか売ってて食べちゃった。もずくの天ぷらとサーターアンダギーの紅茶食べた、めっちゃ美味しかったの。沖縄そばも買って帰りたいとか思ったんだけどやめて買っちゃったの。あとは大阪の和下ショップになんかその右側に、え嘘ショック、なんかねその今日一緒にいた友達がその持ってくるわ、その和下ショップ危ない、大阪の和下ショップじゃない、今大阪のアンテナショップでおすすめのものがあるって言って、そのこのお家に何回か泊まりに行ったことがあって、その子とめっちゃ冷凍餃子を食べるんだけど一緒に、そのキムチポン酢、これ大阪のショップに売ってるんだけど、このキムチポン酢がめっちゃ美味しくて、これマジで美味しいので、私も買いたいって言って、でもなんか銀座に行くことそんななくて、だから昨日行って絶対買うって言って、本当に美味しいの大阪のキムチポン酢、これはおすすめする。これ絶対鍋にも合うし、餃子が一番美味しいから、ちょっと一回これ皆さん通販でもあると思うのでキムチポン酢買ってみてください、私のおすすめ。
そう、有楽町の駅前にある。ぜひこれはお母さんにもおすすめするから、お母さんにも送ろう。です。え、ポン酢の苦手な人でも全然いけると思う。私はでも最近ポン酢好きになってきたけど、全然美味しいって思う。ぜひ。あとは今ちょっとSNS で話題になってる塩トリュフパン知ってますか？塩トリュフパンってが有名なんですけど、知ってますか？そう、それをそれが有楽町にあったのよ。有楽町かな、有楽町駅にあってめっちゃ有名なの今。どこだっけな、ちょっと待ってよ。トリュフベーカリーっていうパン屋さんなんだけど、なんかそう、白トリュフが入ってるパンでめちゃくちゃ美味しいのよ。門前仲町の門前仲町三軒茶屋広尾軽井沢有楽町新橋にあるんだけど、めちゃくちゃ美味しいんですよ。塩トリュフのパンってめっちゃ美味しかったから食べてみてください。超美味しい。ちょっと焼いて食べたんです、フライパンで。めっちゃ美味しかった。トリュフベーカリーってとこなんで、門前仲町三軒茶屋広尾軽井沢有楽町新橋になります。ぜひ買ってみてください。見てください。っていうお知らせでした。門中っていう、そう、高くはないのよ。でもそこに売ってたレーズンデニッシュみたいなの私買って今日食べたんだけど、それもめっちゃ美味しくてハマりそうです。メール送る、送った。そうです。ぜひなんかいつか来れる時には。あー、結構並んだかも。私も20分くらい並んだから、ぜひ買ってみて。ちょっと焼いて食べるのが美味しくて、フライパンで普通にアルミホイル引いてちょっと焼いたんだけど美味しかったです。普通に。なのでぜひ食べてみてください。パンに20分並ぶ、まあ、時間帯は私昨日だって土曜日だったからね、土曜日だったからちょっと
じです。千秋楽、あ、そう、あとそうだね、話すことがいっぱいあるね。3月のジョン・マイ・ラブのスケジュールが出て、2月末から私3月の23 2月末から3月にかけて出るのと、あと3月の16から21ですかねに出演することになりました。で、3月21が、千秋楽という形になります。もう本当にどうだろうね、この状況が落ち着かなかったらもっと公演数もきっと減ってはしまうので、多分ね、平日だとよりその減ってしまう確率が高いので、全部全公演やれることが今ベスト。あ、そう、12公演、あと12回しかないんだね。少ないな12回しかないんですけど、皆さんぜひ来れる時にはぜひ来ていただけると私も嬉しいなと思います。千秋楽はねぜひ来てほしいですし、まあ千秋楽だけとは言わず来てほしいですね。千秋楽は私も演じてて泣いちゃいそうで嫌なんだよな。泣いちゃダメだけど、だってこの前ですらちょっと泣いてたからね、恥ずかしすぎる実はちょっと一回撮っていい？もうなんかそのいつもそのまあサウンドチェックとか縦チェックとかもろもろして、その全員で歌う曲の終わってからいつもエンジンみたいなのをしてるんですよ。カツ入れみたいなしてて、私いつもそう、そのエンジンがね、そのなんかその渡るさんがなんかお疲れ様ですみたいな言って、なんかなんとかかんとかかんとかですね、じゃあなんとかさんお願いしますっていつもなんかランダムで一人ずつ選ばれて一言喋るみたいな感じがあって、じゃあ鉄お願いしますって言ってエンジンかけましょう、ブンブンブンジョンマイラブってやってるんですけど、なんかその時に私がもう泣いちゃって本当はもう9日間いる予定が3日間になっちゃってすごい寂しいんですけど、皆さんなんか私今日帰っちゃうんでお見送りしてくださいって言って泣きながら、泣くの早ないって言って千秋楽って言われながらそうやってて、そんくらいもう寂しいので、もう千秋楽の日程が決まっちゃってるとそこでも寂しくなっちゃうけど、はい、けどそう本当にもう皆さんのことも好きだし、ジョン・マイ・ラブの空間、ウォッチャン劇場の空間も好きだし、ジョン・マイ・ラブの空間も大好きなのでね、千秋楽はもう大号泣かなきっと。きっとね、
行機とかもそうだね、みんな予約あれかな、取れなさそうだった。あとはそうだね、メンバーでゆいがねコロナに感染しちゃってて、まあ、結構濃厚接触者の方とか体調不良の方も出てきてしまってるので、私たちももちろんですけど、皆さんも気をつけてください。私はもう全然大丈夫です。でもね、ゆいちゃん、ゆいゆいがコンサート出ないっていう風になっちゃったので、みんなでやりたいっていう気持ちがね、だからなんだろうか、みゆもね、またみゆの口からっていうか、また発表があるまで待っててほしいんですけど、コンさんかな、どうなのかな。でもかといってみんなもみんなで人数の多い場に行くわけだからさ、眉毛薄い、こっち気になる。そう、公園がねちょっと出れなくなっちゃってるので、見ようか。ズンバちゃんがジョン・マイ・ラブについて語っている。嘘、私も語ろうかな、なんかでも自分から語るのってなんか難しいけど、なんか質問ありますか。別にない、もうジョン・マイ・ラブについて。七瀬ちゃんとコラボ配信みたい、またいつかするねありがとう。七瀬ちゃんとはほぼ毎日で LINE してるから、七瀬ちゃんやりたいって言ったらいつでもしてくれると思うけど、明日はね、8公演だからね、VR の。ね、これ今日までイベント。そう、あやちゃんとたまたまだったの、その服あれ。すごいよね、色違い。奇跡。今日まで。でも私今日カラオケしようと思ってたの、何ヶ月ぶりかの。服部の若い時の鉄は今時の女の、今時女子、今時の女子って感じの鉄って言ってた。すごい日本語理解できない私だけ。カラオケやってあげようじゃないか、みんな。あ、カラオケじゃないよ、そのマジって、カラオケについてのマジってるか、お洋服についてのマジってるかしてやろうじゃないか。ちょっと待ってよ、私の洗濯物。今日固め達成してたの。そうかそうか。なんかさ、携帯のさ横から見るの防止みたいなのに変えたの、フィルムを。こっちじゃなかった、
フィルム変えたからすっごい見にくい。すごい見にくい。イヤホンどこ？さあカラオケしますか、久しぶりに。何が良い？これ以上明るくならない。イベント今日ガラスとか。何がいいかな。すごい。みんな何恋公演がいいんだ。そんな急に別にいいけど、すごいのっぺりして見える自分の顔。何がいいかな。じゃあとりあえずなんか多そう、多そうだなって思ったやつやってみていい？私的にこれは多そうだ。
ようやく会えたね。こんな近い距離に素敵な君がいる。シアターの女神、初めてここに来れた。デリア、グラビアより輝いた君が好きだ。明るくしてるな、結構真っ白白になっちゃうから。久しぶりに歌った。10時半の公演見て2時半の飛行機乗れますか。厳しない？愛媛だよね。え、厳しくない？あれ？だって12時半とかに終わったとして、厳しいと思います。すごい。でも君に会うたび恋をするがちょっと 多かったから、それにしようかな。何恋公演が多いよね。逆上がりってないよね。ないわ、やっぱ逆上がりないわ。
くわかんないんだけど2番。最近ね、二人乗りの自転車って歌聞いたよ。聞いたけどね、ちゃんとは歌えないや、ごめん。ねえ、あやとりファンが結構増えたんじゃないかなって。ね、またでもね、どうだろうか、コロナ禍がちょっと無理になったら2人公演とかやるかな。ちょっと待って、京香ちゃんバージョンの君は僕の風お願いします。どういう、あ、公演のか、そういうことか。君は僕の風も好きだよ私。みんなでも気づいたんだ、違うなって思ったんだ。でも君は僕の風、私さ2番絶対歌えないんだもん。絶対歌えないあどこにいてもわかるんだ、その存在を感じてる、胸の奥を吹き抜けるみたいに、君は僕の風だ。はい、次の歌。例えば廊下を歩いてて、その角を曲がってくる気配、すぐにサーチしてドキドキするんだ。放課後のこの校庭のどこに君がいるとしたって、そっと目を閉じればときめきで気づく。恋をすると人は誰でも隣に浮かんになって、アンテナみたいにキャッチしてしまうのかな。離れてても見なくても、君のことが気になって、必死に寄せたいと願う気持ちが何かを変えるのだろう。そこにいてもわかる、その存在も感じてる、胸の奥を向き
上手くなりたいって思ってるからね。やっぱり歌うの大事だと思う。でも私さ、よくやってたよね、ダンスして毎日歌うってことしてたよね。してたよね。フルーツめっちゃいいよ。僕に歌わせてくれるんだ。もう飽きたかと思ってた。だって履歴にフルーツの方があるんだもん、ずっと歌っていいんだ。フルーツスノーボー、雪が空から降ってくる、果実のような形状をそのまま召し上がれ。誰もいない線路脇の公園、二人きりで柵に座りそうだ見てた。じっとも寒くはなくて、黙ったままでも大好きなあなたとなら、真冬の夜でもいつまでもこうしてたい。体にキュウイゼリー、オレンジにマスカットグレープフルーツ、カサカサなくても目の前にあなたがいて、優しくされたらもう少し夢見てたい。バナナにキウイジェリー、オレンジにマスカットグレープフルーツ、ストロベリーメロン、フルーツスノーボー、雪が空から降ってくる、果実のような形状がなんだか美味しそう。アップルピーチレモン、パパイヤにパイナップル、スイカにマンゴー、ココナッツライチ、フルーツスノーボー、あれば何かに似てるかな。愛はいつでも二人しか見えない、その形だよね。可愛い歌なの、本当に可愛い。私に合ってるかは別として。にゃー、アップルピーチレモン、パパイヤにパイナップル、
天使の尻尾とかめっちゃ好きだけどさ、私でも天使の尻尾とか歌えないかも。あんのかな。ないんじゃない。なさそう。ないじゃん。君は僕だ、君は僕だってあるんだっけ。でも2番わかんない。君は僕だ、僕だ。お腹から出した方が分かってるんだよな。でも言われるのは分かってるんだけど、私お腹から声出すのやり方分かってないのよ。君は僕だって、あ、公園でやってたから歌えるのか。初めて会った時、目も合わせなかった。人見知りと死ぬまでずっと君を誤解してた。マイナスからのこの恋。君は僕がそばにいるとわかる。みんなのように上手に。でそうしても笑顔のまま変わらない君が好きだ。なんかテレビつけてたらさ、真犯人クラブがさ急に出てきてさ、めっちゃグロかったんだけど、びっくりした。何度も喧嘩して仲直りしてきた。どうなるわ、そばにいるとわかる。みんなのように上手に生きられない。君は僕が変なとこが似てる。本当は悩んでても不器用で損しても、笑顔のまま変わらない君が好きだ。僕は僕だ、勝手にさせてくれ。強がりのすぐそばに。置いとこ、ちょっと遠いね。でも
君は僕だ、そばにいるとわかる。みんなのように上手に着られる。あ、歌詞は出てるんです。メロディーがちょっとわかんなくなるだけで、歌詞はここに出てるんです。はい、これで急に我が名は鉄って歌ったらみんなびっくりしちゃうね。何の歌ってなりそう。我が名は鉄、鋼の女子よ、メイリーなど無用肩払いたし、ゴザソロを娘だって望みはあるいなりにはならない、はあ、疲れちゃう。あれはでもなんか立ってる、立ってて動いてるから歌えるけど、座ってたらあんま歌えない。不服ならばお抜きなされいざや、覚悟いやってなぎなた、いやいやちゃちゃまるで、ちゃちゃまるで絶対嫌です。シャキーン、ちゃちゃちゃ、そう、1月のね、あの初日はめっちゃ緊張してた。アイドルファイル今見ました。桜の子って感じだね。桜の子、桜の子って何ですか。桜に似合うねってことかな。そうなの、私滑舌悪くてセリフの練習して、なんか言い慣れる練習をしなさいって言われたの。でもネタバレになっちゃう、みんなのとこでやったらね、言い慣れてない感がすごいって言われた。だから毎日言わないといけない。なんか口がいくよ。高野城様おやめくだされ、とても聞いていられませぬ。人の値打ちは身分や家名では測れませぬ。はい、売国奴ではありませぬ。万次郎様は誠心誠意この国と人々のために尽くそうと江川様の手足となって奔走しておられます。私はそのおそばにいてお支えしたいと思っています。はい、それが鉄の本心、何者にも縛られない私の心です。もうここがもうふにゃふにゃしてる、自分でも分かる。はい、人の真の姿を見ずに身分で人を蔑む、それこそが卑しきことにござりまする。漁師の何がいけませぬ。たまたまそこに生まれた、それだけのこと。どんなに血筋があろうとも、血筋が言えない、どんなに血筋があろうとも、バカ者はバカ者です。そしてたとえ貧しき生まれでも、立派なお方は立派です。何より鉄は万次郎様のことが好きです。お会いするたびに心惹かれてまいります。鉄は万次郎様が恋しゅうございますっていう感じなんだけど、そう、なんか難しい言葉とか長文だから言い慣れてない感がすごいって言われて、確かになって自分でも感じてるの。そう、なんか今まではさ、なんだろう、このジョン・マイ・ラブって最初万次郎に出会ってからは絶対結婚なんかしないぞって、私は私ってこういう歌を歌ってて、だんだん万次郎の行動とかを見て鉄が好きになっていく。なんか鉄がちょっと出れるところが絶対可愛いと思うのよ。
気の強さが一幕ではあるんだけど、私はなんかあんま気の強さ演じられてないっていう風にはちょっと言われてて、そう気の強さがあったのにもかかわらず恋をしてちょっと出れていくってとこがめちゃくちゃ可愛いと思うんですよ。だからなんかね、私気強いのが全然演じられない。相手がどうとか関係ない、なんかただ怒ってるだけって感じ。まあそうだけど、相手がどうとか関係ない、私は直視に限りを極めて同情主になるんです。でもなんか3人あやねちゃんとルンバの中では一番声が低いから、なんかそういうのは意外としっくりくるはずなんだけどね。一番低い方がなんか気強い感じするじゃん、わかんないけど。本当？でもなんか今までやってきた12月までやってきたのを横内さんに1月見ていただいて、なんかなんか可愛い部分がちょっと多いかもねみたいないう風に言われてて、まあでもちょっともうまだ見てない人もきっといるだろうか、ネタバレになっちゃうのでもうやめます。遅いかもしれないけど。でも私は結構好きな人になんかちょっとデレデレ、なんか演じててデレデレしちゃうんだろうなみたいな感じになったのよ。なんかだから2幕がすごくやりやすくて、なんか距離が近い感じというか、まあ、人と絡むのが好きだからさ、それはなんかちょっとあれなのかなって。でも地下というと、まあ、気の強いわけじゃないから1幕演じるのはちょっと大変かも。個人的にね。またでも千秋楽とか終わってからね、みんなには。そうしーちゃんがめっちゃ、そうキクちゃんがめっちゃ声高いのよ。あ、嘘、なんでって可愛いんだ、嬉しい。あーでも所作女性らしいってめっちゃ言われるかも。なんだろう、まあ背も高いからね、ちょっと着物、まあなんか姿勢悪くなるのたまに気になるけど。そうでもね、12月の24日の舞台の映像いただいて、自分のやつちょいちょい見てる。あとめちゃくちゃ帯が落ちてくる。うなたんは胸だよ。え、いつ？え、何が胸？ DVD とかね、出てほしいよね、いろいろね。なんかでも今鬼略っていう、そのジョン・マイ・ラブの前にやってた舞台が2月で、2月 5とかかな、銀河劇場で出張公演やるんですけどね、ジョン・マイ・ラブもできたらいいねってお話ししてて、今胸あるから胸ないです。胸ないだろ、どう考えてもボム見ただろ。何歌ってほしいですか。確かにね、 DVD 出たとしても、確かに6人、今6人やってるけど6人分はないかな。帯ね、でも早着替え用に作られてて、帯をなんか
かりすることはなかなかできないんだよね。そう、普通に結んでたら絶対落ちてこないんだけど、早着替え用になっちゃってるから、ちょっと私どっちかといえば足とお尻がお肉ついてる。それはね、お母さんにも言われたし、仲いい友達にも、なんか顔とか胸とか腕には出ないけど、やっぱ足とお尻につくねって言われた。ってくらい足とお尻が一番今太ってるです。めちゃふそう太ってる。だから胸とかにつかないですよね。ねえ、サウンドトラックとかめっちゃいいよね。わかる、私も欲しい。太ももとお尻が結構すごいです。これ以上だってさ、過去最高体重だよ。もうこんな体重見たことない、見たくないってくらいの過去最高体重だから、痩せたいの今でも。うん、健康的かも今の体が一番。しかもなんか、なんだろう、ストレスを感じてないから、本当になんか健康的に太ったなって感じ。ストレスで太ったわけでもなくて、食べ過ぎて太ったとかでもなくて、これが私の普通なんだけど、うん、まあ、今までちょっといろいろあって痩せてたのかなっていう部分がある。けど痩せたい、アイドルやってるからには痩せたいなって思った。私の体に合ってる体型は今これだと思う。標準がこれかなっていう感じです。でも標準じゃダメなんです。ダメなんですよ。なんかないですか、なんか歌ってほしい曲ないですか。うん、今がでも本当に通常、普通よりも痩せてると思うけど、まあ自分が痩せてる時があったからね。抱きしめられたら、うん、ね、みんなさ、どう見てくれたよね。抱きしめられたらどうだった、横浜の。抱きしめられたら
さんわかるかな。わかるか。あ、そんな優しくなぜ微笑んでるの。あ、さっきから何も話をしてくれない人。ああ、どれだけ時をそう待つつもりなの。ああ、立ち上がりその手を伸ばしてくれればいいのに。今日のために着替えてきたお気に入りの服、どこに脱げば像になれる。私は羽を広げて次の曲でラストにします。ラストにしてショールームも終わりにします。何がいいですか。あ、成功到底とかね、確かにないもんね。確か漂流中ね、いいよね。明日のことなんか悩んでる暇はない。
ダメ、でもネタバレになっちゃうから、もう歌ったけど。喉鳴っちゃった、ごめん。ネモハモとか絶対歌えないからね。じゃあネモハモで締めるよ。歌えないとこ歌わないからね私。 Hey what's up ナシンナシンとか一人歌えないからね。宇宙が似合う女と呼ばれてたなんて、だけあの子もはまだ恋に出るシュシュ、恋なんか駆け切りなれずにストーリーしてた。時はあっという間に過ぎ去り、夢も現実もボーナレスしてしまう。心も体も寝て踊ろう。君のルマルマルマを愛飾るな、嘘だと言ってよ。夜明けまで含めれば信じられるかな。恋のルマルマルマをルマがいた、ただの噂だの。熱っ、イエーイ。
あー疲れたよこんな感じでした。久しぶりのカラオケ配信ありがとうございました。本当に昔に比べてカラオケ配信が少なくなってきてしまって申し訳ないなと思っていますが、脱皮したら私はちょっともうやばいことになっちゃうから脱皮はしませんけど、はい、またやりましょう。ドボンもしましょう。じゃあランキングを見ます。13位、クロケンアットマークイベント中はリランチさん。12位、リョータットマーク鳥ももし、来てくれてありがとう、かわいすぎさん、ありがとう、リョータさん。11位、ヤスンさん。10位、サダビさん。9位、なにこれ、服部優奈、なに、なんて読むのこれ、なんか変な読み方しそうで怖いから読まないとく、なんとかかんとかさん。8位、ひのちゃんの中心さん。7位、元気くんとマークなとりどんさん。6位、 TK トンからアットマークタイのナトリドンさん。5位、ユキタンとマークうなちゃん大好きナトリドンさん。4位、 YK アットマーク久々歌声かわいいてかパジャマかわいすぎ反則っすさん。3位、ユキさん。2位、ロロさん。1位、ナジアットマークうな鉄の成長見守りたいさんです。ありがとうございました。ありがとう。ということで、旧社長教調教助手さん、旧社調教助手さん、てるきちさん、ということで今日も見てくださってありがとうございました。また明日お会いしましょう。皆さんも体調にはお気をつけて、お過ごしください。おやすみなさい。バイバイ。